リーフレットは宣伝、広告、案内、説明などのために一枚の紙にすられた印刷物である。他にも若葉、小さい葉、小葉という意味を持つ英語の単語である。リーフレットが一枚ものの印刷物を指すのに対し、パンフレットは複数ページあり、かつ簡易的に閉じられた小冊子である。印刷物としての形態の違いによるもので、宣伝や 案内などを目的とする用途は同じ。フライヤーは主に宣伝広告や告知を目的としたチラシやビラであり、リーフレットの一種だが、配布する手段や目的などの違いで、呼び名の使い分けが見られる。A4 サイズ以下の小さなものが多い。一般的にリーフレットの名称は認知度が高いとは言い難く、配布される段階では印刷物の形態を省略し、 記載内容や目的そのままに、手引き、お知らせ、ご案内などと呼ばれてしまうことや、言葉としても認知度が高いパンフレットに混同されるため、折りたたみ、パンフレット、ミニパンフレットなどの表現もある。チラシ、ビラなどへの言い換えも見られるが、紙質や形状、記載内容によっては適当でない場合がある。主に案内やお知らせなどの用途では、折り込みチラシに比べ、 やや厚めのマット紙やコート紙を用いる。二つ折りのほか一面が内側に折り込まれる形の巻き三つ、折りやローマ字の Z の形のように折り込んだ Z 折り、両端を内側に折り込み両開きさせる観音折りなどの折り加工を施す場合が多い。折り込みチラシよりは高級感や存在感を持たせ、パンフレットより簡便なものとして、名称の認知度に反シリーフレットの需要は高い。 企業の要望を受け広告代理店、印刷会社などが主導して、個人や会社組織のグラフィックデザイナーに制作を依頼することが多い。内容に特集記事など読み物としての要素を盛り込む場合には、編集の専門会社である編集プロダクションに依頼することもある。ありがとうございます。